はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。 A、 これは中西の趣味探求。はい、これジオラマベース D2 温泉街の情景2。これをまだ痩せる途中だったんですね。途中までね、できてはいるんですが、今こういう状態で、はい、見づらいとは思いますけども、はい、こういう状態で、ここね、2つまだ空いてるんですね。まあまあ内側からでしょうね。ね、ここ行ってここっていうとちょっとやりづらそうなんで、はい、内行って最後外。っていうことは遊興施設、これだ。ね、建物コレクション129、遊興施設。遊興施設ね。これを組み立ててね、ここに設置したいと思います。ここにね、はい、やってまいります。はい。やってまいります。遊興施設、ヘリがうるさい。遊興施設ですね。これは違うな。これなんだろう。これだな。あ、これ土台いらないんですよね。大きいベースがあるもんですから。これなんすかね。あ、ガラスつけないといけないのか。ガラスが一番ね、ややこしいんですよね。これ見えづらいですね。これが一番ややこしい、このガラス。ここにこうつけるんだけど、これが一番難しい。これ射的台ですね。これなんだ、内壁。あ、こうか。ここに貼りました。はい、内壁。これが、この段がね、こっちに、こう段差あるでしょ。こっちの土台、こっちの土台に段差がないんですよね。まあやってみる。やっぱりこっちの土台に固定しないといけない。この射的台とこのゲーム台ね。射的の的、これも一応切っとくか。ちょっと大きいか。まあなんとか。この的、じゃあこれに貼りましょうか。これをもう一遍引き出して、ちょっと大体の位置的なものをね。よし、貼れた。店の前の上りですね、これね。これこう貼り付ける。貼った。ここにね、固定していきます。ゲーム台と射的台固定して、これをこう行くわけですよね。よし。よし、これでいいわ。若干ずれてる。でももう動かない。あ、まあいいか。うんうん。動いた。よし。こんなもんだ。よし。くっつきましたよ。非常にお見せしづらい。こういう感じになりました。こうしてもね、中見えないんですよね。で、上りをね、つけます。一応ね、風向きを合わせてるんですよ。他の上りとね。すげえプルプルする。はい、一応完成しましたが、ものすごくね、お見せしづらいんですよね。見づらいでしょう、すごくね。お見せしづらい。ちょっと影になってますけどもね。裏口こういう感じですね。裏口ね、こういうね感じでございますね。遊興施設、はい、ね、設置できましたんで、はい、まじゃ。あ、まだあと1個ね、ちまちまやっておりますんでね。
あと1個、次は土産物屋さんですね。はい、マジャ。